ちらのパン屋さんですね、しず屋さん。営業時間が朝の7時からなので、またその時間に行きたいと思います。今、4時50分です。さすが京都駅だけあってロッカーいっぱいありますね。あっちの壁沿いもあれロッカーですね。すっかり明るくなりました。現在6時50分です。さっきはあんなに真っ暗だったのにもう明るくなりました。お店の方もだんだんと開いてきて賑わってきております。パン屋さんがもうすぐ、オープンなのでもう少し待ちたいと思います。こちらがカルネというパンです。食べてみたいと思います。パン屋さんがオープンしました。ちょっとパンを買っていきたいと思います。チーズカルネです。トースターで温めると美味しい。でもトースターがないのでこのまんま食べます。カルネ食べてみました、すごい美味しかったです。僕が買ったのはチーズカルネだったんですけど、カルネって基本的にはハムとオニオンスライスが入ったパンなんですけれども、僕のはそれにチーズがプラスしたやつでした。ちょっと固めのパンに柔らかいハムとオニオンスライスが挟まっててすごい美味しかったです。ぜひ京都にお越しの際はしず屋さんのカルネぜひ一度食べてみてください。京都タワーです。京都タワーに銭湯があるそうなのでそちらの方に行っていきたいと思います。こちら地下3階です。行ってきます。入ってきました。京都タワーのですね、地下3階に大浴場がありまして、料金の方は大人750円、貸しタオルがプラス100円でした。やっぱ朝だったんですけれども、やっぱ夜行バスで来た方とかで結構混んでましたね。中に入ると脱衣所があって、風呂に入ると中に大きな浴槽が1つ丸いのがありまして、で洗い場が16箇所ぐらいですかね、ある感じで、あるタイプでした。そうですね、お風呂も大きめで、ゆっくり入ることができて、そうですね、特に夜行バスとかで来た方とかは、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。本当京都タワーは駅出てすぐ見えるところにあるので、もう行くのは簡単だと思います。行ってその地下3階にありますので、ぜひ利用してみてください。とてもいい、お風呂でございました。やっぱりお風呂入るとだいぶ目も覚めて、足もさっきちょっと痛かったんですけどだいぶ楽になりました。やっぱ朝お風呂入ると、だいぶいいのかなと思いますね。その元気も戻ってきますので、おすすめでございます。それでは行ってきます。